クレヨンで茎を描くことで超簡単にできる朝顔の壁面飾りです。朝顔の花や葉っぱの作り方はこちらの動画をご覧ください。花も葉も作り方はとても簡単です。四つ切り画用紙を縦長に4つに切ります。黄緑色のクレヨンでぐにゃぐにゃと茎を描きます。葉を紙から外側にはみ出すように貼ります。朝顔の花を貼り、残りの葉っぱを間に貼り付けたら出来上がりです。お好みの場所にお好みのレイアウトで飾ってお楽しみください。